闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前。ブー、はい、始まりました日刊マインクラフトの時間でございます。おー、やっていきましょう。私が FB37 です。どうも、私がパジャマックキックマックスです。パルマホットです。ネオです。では早速プレイしていきましょう。結構装備がガタが来てるな。直しに行こうかな、先に。全然出ないし。あー、てかその前にエリトラ取りに行こう。ちょっとやること増えてきた。エリトラ全然ねえんだもん。そうだ、エリトラ失ったからな。うん、どうよ、完成に向かってる？完成の法則？無視すごい無視されるけど。なになに、あ、聞こえなかった。嘘つけ。いや聞こえてなかったかって思って。聞こえてなかった。いや、来て、これはもう完成間近ですよ。うん、あ、村人死んだ。おうはぁ、おう、あ、おう、ほうって強者発言。強者発言だ。フロビド死んだ。どうしよう、ものともしない。まあ、興味がないとそうなっちゃうよね。やっぱ弱いものに興味はない。興味はない。強者発言。強者発言。なんでもありです。最近部屋の掃除いつした？一週間前ぐらい。強者発言。部屋の掃除は一週間でいい。今日飯作った？まあ夜7時ぐらいに食べましたね。強者発言。強者発言。ちょっとよくちょうどいい時間に飯を食う。強者だ。バランスのいい生活。普通はできない。強者への道。レオエの様子を見に行こう。あ、こいつ。え、とうとう作ってるの分かった？あ、こいつ。こいつ。やりやがった。え、手を出しちゃいけねえところにやりやがった。マジで？これはお前。なんでなんでなんで。それはダメだろう。ダメなの？なんで？怒られるぜ。誰に？俺にだろ。そうだ。関係なくない。怒られるぞ、それはさすがに。マジ？しかもエネルに侵食してんじゃね。ほんとだ。合体してる。みんな間開けて守ってきたのルールを急にこいつ破りやがった。てめえ。ま、それ最後のお楽しみだったのに。知らねえ。寝たぞ。近畿を犯しまくってる。しかもちょっと出っ歯みたいになってる。今んとこ情報が錯綜しててわからんの、俺に。うん、これは出っ歯だね。出っ歯。これ出っ歯っすよね。出っ歯、前歯がすごい出てるね。微笑みの爆弾ですよ。これは多分。とりあえず、俺がエオエオが作ってた最後の記憶を頼りに、ヒントで当てるから、お前らちょっとヒント出してって。出っ歯。え、出っ歯なの？実際。うん、出っ歯だね。出っ歯だし、エネルギー。関係各所に怒られる。はいはいはい。いやいやいや。それ言ったら皆さんそうじゃないですか、これ。関係各所に怒られて、あとはねー。あとは、人気。人気ね。人気。人気者。俺は人気者だね。まあ、俺らにかなり関係がある。わかった。わかった。俺はわかった。ただ、まあ、一番許せないのはエネルに侵食してること。なんで計算してやんないんだよ。だってある意味エネルと近しいところにあるわけでしょ。そうだね。確かに。ああ、まあそういえば。つながり的には。そうだね。いや、実際言うと。関連動画で出てきてもおかしくない。実際言うと、ま、全然近しくはないんだけども。俺のせいで関連性が高くなってる。でも、エオエが作りたかったなら、しゃあない。そうだな。お前の創作意欲はそこに向いてたってことだな。そう。簡単だったから作ってみたら意外と結構めんどくさかった。舐めてるな。エリトラ早速1個ゲッツ。さすが。すごい。エリトラマスターは違うね。任せんしゃい。こんなん別に誰でもできるけど。
全然強くないね、今の発言は。え、何がいけなかったんですか、キックンさん。やっぱ先輩に見習わなきゃ。ちょ、教師は先輩教えてあげてくださいよ。あ、僕ですか、やっぱり。すげえ、もう、その程度のこと、余裕がありすぎて、自分だと気づいてなかった。なるほど、まずここか。そういうことだ。よし、じゃあ FB もう一回やってみ。わかった。いや、俺最近もうほんと敵なしなんだよね。半端ねえわ、俺。まだ弱い。うん、今の、しぶたくだねか。渋い丸拓也。参照デスノート。デスノートで一番最初に別に何も悪くないのに殺されたやつ。かわいそう。かわいそうな存在。そんぐらい弱者だった、今。へぇー。じゃあちょっと先生お願いします。はぁ、あ。やべ、エネル壊しちゃった。てめぇてめぇ、この野郎。強者だ。やっぱり、エネル壊しちゃった。強者ゆえの。強すぎる。あまりにも強すぎる。その力ゆえにエネルすら、壊してしまう男。壊しちゃったこれ。ちょっと、やっ、直そう。しかも直すことも可能。全知全能。どうやったらそんな強くなれんの？ビズリーチ。ビズリーチなんだ。え、ビズリーチ乱用し始めだぞ。クソガキどこにいるやろ。物騒すぎる発言。クソガキどこに逃げやがった。完全に悪党のせいで。いろんな漫画で聞いてきたな。よく出てくるセリフだから。とうとう、エヨヨがこれ完成で OK ですか？え、もう、いいっすね、これで。完成！イエーイ！鉄板の機関車。笑顔だっつってんだろ。とうとうできました。これは機関車、何マス？機関車、デッパ。できた。機関車、デッパ完成してる。デッパマス、これ。機関車、フェイマス。機関車、フェイマス。ちょっと、横幅が、ちょっとおかしいが、まあ、いいや。まさかここで、トーマスを先にやられるとは思わなかったで。キー君取られちゃったね。頑張ってくれ、あとは。え、どういうこと？俺はまたトロッコに戻るから。トロッコ全開、トロッコ全開、なみさえ。これでトンネル入り口までとうとう侵入できたぞ。おー、素晴らしい。やればできるもんだな。この先はまだまだ長いがな。うわ、シックスパッドやってんじゃねえ。音でバレる。よし。これで、この後何食べても大丈夫。いやいやいや、そんなことないっすね。その理屈はおかしい。めちゃくちゃやね。カキピーはピーナッツさえ食べなければ大丈夫。いや、ダメでしょ。全然ダメだよ。カロリー見てみ。クソダメだね。カロリーは。いや、むしろ、ピーナッツよりあるんじゃないの？わかんない、これ。いや、だって、粉もんでしょ？だってあれほとんど空気でしょ。ああ、そういう考え。斬新やね。中は、ねえ、すっからかんなんだから。あれだってせんべいみたいなもんでしょ、言ってしまえば。基本空気だから。柿の種、一粒、1.12kcal。ピーナッツは、一粒、3kcal。やったー！いや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 。悪魔の食べ物。3倍ですよ。いや、ただピーナッツの。中まで詰まってるもん、やっぱ。中までぎっしりだもんね。ああ。ピーナッツのカロリーが高いのは、そりゃそうなんだけども。だからといって、柿の種ばっか食ってればいいってわけでは全然ないと思う。ピーナッツばっか食ってれば、まあ、それはそれであかんですけど。だから柿ピーって結構そもそもコンボで来る食品なんだろうね。なるほど。ああ、とりあえず、ピーナッツ今度持ってくね。え、何が？どこに貯めて持ってくるってこと？そう。ああ、なるほどね。今日そのピーナッツ植えれば柿ピーできるよ。マジかよ、すげえ。永久期間。じゃあ柿ができるってこと？え、いや、両方。両方できるの？ピーもできちゃうの？ピー？ピーもできちゃう。
やらしいこと言うなよ。FP もできちゃう？完璧に今のあかんよな。今のは、今のはちょっとやばかったね。まあ、分かってる。急にぶっ込んできたね。確実に下ネタ野郎だよ。はい、確認、確認。もう失ってもいいもんばかりだな。確認、確認。あ。あ。どうも。皆さん、こんにちは。ボスボロットです。ボスボロット来た。ボスボロット。思いのほか強いボスボロット来た。どうも、ボスボロットです。何か僕に聞きたいことはありますか？マジンガーとは仲いいんですか？は？仲悪いんだ。仲悪そう。これは仲悪そう。聞いちゃいけないことだったっぽい。なんだあいつ、俺の方が主役やろっていうか。やべ、すいません、マジで。触れてはいけないのかもしれない。変なこと聞いちゃって。マジすいません。自爆します、うんわ、自爆だ自爆する早い。早い。お、皆さんお揃いで。皆さんお揃いで何をしてるんですか、こんなところで。いや、ちょっと調べ物してたんですけど。同じ方向を向いて。とりあえず寝ますか。何してらっしゃるんですか。俺たちは常に同じ方向を向いてるってことだ、ね。ああ、なるほどね。今回のエリトラの収穫は7個でした。おー。やるー。お疲れ様でーす。悪魔の実手に入るとしたら何がいい？そうっすね。やっぱ、バリバリの実好きなんで、バリバリの実かな。なるほど。じゃあ、キックンさん、バリバリの実ってどういう効果ですか？バリバリ最強ナンバーワン。いや、歌はいいっすね。なるほど。歌はいいです。バリバリの実の能力者の名前は？バリバリの実の能力者？うん。そうだ、ちょうど俺はそいつを知っているの。お、ほんとに。お、マジで？うん。バルトロメオだね。おぉこいつ、いや、調べたんちゃうか、今。調べただろ、お前。あ。おかしいもん、絶対知らないもん。だって、バリバリの実の能力を知らなかったのに、所持者を知ってんの、おかしい。いやいや、バリバリ最強ナンバーワンだから。どんな能力じゃ？いや、でも意外な弱点が発覚したらしいからね。その言い方。その言い方。意外な弱点とは。まあ、無敵になれる可能性を秘めている。バリアを張れるんだよ、遅っ遅っ遅っバリバリの実ってでもあれさ、バリアってやんなきゃいけないでしょ。例えば車に轢かれそうになってお前とっさにバリアでできる？ちょっと後ろからとかは無理っすね。だろ？でもそれ言ったらルフィぐらいじゃない？なんかそういうの耐えるの。ああ、だからまあ初心者にはルフィの方がいいんじゃないの？でもゴム人間にあんまりちょっと魅力を感じないというか。こいつ急にルフィをディスり始めた。うわぁ。いやだってそれだったらさ、火とかまあねえ、お、まあ畳みかけてくる。ルフィの悪口の方がなんかかっこいいじゃないですか。あ、敗北者。言ってアロン先生言ってません言ってません。アロン先生言ってません言ってません。急に赤犬なんでやめてくださいマジで。取り消せよ今の言葉。さっきから爆発してんの何？さっきから何？なんか爆発音が聞こえる。え、これお前らがやってんちゃうの？俺は知らんぞ。僕ですか？そうだ、いや、誰かやってるだろ。なんだこれ。不穏なバカゾーンが。ツルハシで掘るのめんどくさいから。TNT で。何やってる？とうとう爆破採掘に手を出した。さあ、トーマスもできましたし。いや、俺初めて見たけど、やっぱ出っ歯だ、に見えるね。げっしるに見える、ね。出っ歯だよな。やろ？やっぱ出っ歯だよな。そう、あと、完璧に、エネルのなんか、横にいるね、こいつ。何マブダチ。エネルに侵食しすぎじゃない？何マブダチみたいなの、こいつら。あと、ドラクエのあの、毒ガチョウみたいでもあるね、ちょっと。ああ。まあ、というわけで、とうとう、じゃあ次回、ちょっと、長くなりましたが、ウィザー、討伐に。行きましょう。行ってみよう。
希望を抱きしめ。皆さん動画を見てくれてありがとうなのだ。どうも新井さんなのだ。お、新井さん。皆さん動画を見てくれてもありがとうなのさ。ありがとうなのさ。うんこ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 。新井さんのどうったらダメでしょ。新井さんじゃないんだよな。そう。レッサーパンダなんだよな。MSS プロジェクトはチャンネルとか YouTube のあれとか持ってるからみんな登録してほしいのだ。登録してほしいのだ。あ、処罰されたということで皆さんよろしく。